痕跡。知り合いの話。対戦前のことだ。彼のお里では、毎年夏の終わりに盆踊りを執り行っていた。規模は小さいながらも、会場にはちょちんを吊るし矢倉が組まれ、夜店も出た。そのお里では、 大切な行事だったそうだ。彼のおじいさんは会場の設営や撤去などを手伝っていた。常々不思議に思うことがあったのだそうだ。撤去を片付けは祭りの翌日と決まっており、当日は簡単に片付けてから帰っていた。次の朝来ると誰かがこっそりと会場を使用した後が見受けられたという。 ごく一部だけだったが、前日生いた地面に足跡が残っており、物を焼いた形跡があったりしたらしい。痕跡は明らかなのに、誰もそのことは口にしなかった。もしかすると、山から降りてくる何かと共存していたのかもしれないね。おじいさんはそう考えていたそうだ。 戦後に能力を使わなくなってからは、とんとそんなこともなくなった。今は隣町と合同で大きな盆踊りを開催しているが、夜の間に会場を使う者は、もういない。痕跡。 声子供の頃にじいちゃんに聞いた話を一つ私のおじいちゃんは若い時に軍属として中国大陸を北へ南へと鉄砲とばらした速射砲を持って動き回っていました当時の皇軍の話を聞くと本当につらかった とこぼしてしていまた通常の鉄砲や弾や手榴弾の装備だけでもかなりの重さなのに、小隊で手分けをして、ばらした速射砲を一人一人持たないといけなかったので、とにかくそれが重かったと。そんな感じに、一人当たり何十キロもの装備を持って、ろくな道もない山の中の行軍で、しかも水もそんなに飲まないで行軍していたので、 汗が乾いて白い塩が粉のように顔に残っていたり。そんな毎日でしたから何度も装備を放り出して逃げたくなったそうです。ですが、そんなことをすると国の両親に迷惑がかかる。とお考え、住んでのところで思いとどまる。そんな日常だったそうです。ある日の行軍で、 夜になって無人の村を見つけ、装備を下ろして落ち着いてから村の中にため息があるのを見つけたじいちゃんは死ぬほど喉が渇いていたので、その池の水を躊躇なく飲もうとしました。その時、闇の中から何か聞こえた気がしました。じいちゃんは水を飲もうとするのをやめ、そのまま身構えていましたが、その後は 何も聞こえませんでした。そして改めてため池の水を飲もうとすると、また何か聞こえてきました。どうやら人、現地の言葉のように聞こえたそうです。じいちゃんはため池の水を飲むのをやめ、上官にそのことを報告しました。少し体内がざわつき、 辺りを探索しましたが、人は見つかりませんでした。夜が明け、昨日の晩に水を飲もうとしたため息に行ってみると、じいちゃんは、愕然としました。そこには何人もの、水死体が浮いていたからです。近隣でまだ人が残っている村があり、そこでじいちゃんたちの体が、 一晩明かした村のことを聞いてみると、これらのような疫病がその村の中で発生し、その村は放棄された場所だったそうです。玉池の死体は、どうやらその疫病で死んだ人ではないか、とのことでした。じいちゃんが飲もうとした池の水は、疫病に汚染されていたのです。 じいちゃんはため池の前で闇の中から声をかけられたことを思い出し、間に何人か人を挟んでその言葉の意味を聞きました。言葉の意味は、よせ、よせ、だったそうです。声。 ボロボロの地蔵。大したことではないかもしれないけれど、親父の実家がある九州に行ったとき、当時、私は小学二三年だったのだが、自然の中で遊んだことがなかったので、親父に連れて行かれた原っぱを虫取り網を片手に突き進んでいた。いわく、 ここは親父の子供時代からあまり人が寄り付かない虫取りスポットとのことである。一人で腰より高い草をかき分けているときに、唐突に目の前に地蔵が現れた。今でもなんとなく覚えているけれどボロボロで、ぱっと見縦長の石ころなのだが、石の素材と赤いボロボロの首掛けがあったので、 地蔵だと思った。傘。という音がしたので、地蔵から視線を外して隣を見ると、そこに銅が錆びた時のような緑色をした顔が。草の隙間から顔を半分だけ出して、片目で私を見ている。本当に怖い時というのは声が出ないもので、 私はしばらくその気味の悪い顔と見つめ合ってしまう。何も言わないし、何もしゃべらない顔から背を向けて、五十メートルくらい離れたところにいる親父のもとに駆け出そうとしたら、足首を掴まれた。さすがに大声で叫んでしまって、あとはよく覚えてないけど、なんとか手を振り払って、 父親の元に走った。まあ、ああ、まだいたのか。名前を言ったらついてくるから言うなよ。って、親父が言った。怖さよりも何よりも、そういうことは先に言え、と思ったことが今でも記憶に残っている。もう親父も他界したので、 詳しいことは聞けないけど。生前、これはキツネに化かされたのだろう。と笑いながら言っていた。で、こういうすれじゃなかったな。まあ、今までたった一度経験した不思議体験でした。ボロボロの地蔵。 金志くん。さっき、幼馴染と久しぶりに会って思い出した話を一つ。おいらの地元は田舎なんで、遊ぶっていうと外なわけです。夏休みとかは、毎日のように、かわいって泳いでました。ま、あ、小学生ですから、ただ泳ぐのもつまらん。 ってことで、いろいろやります。その中で開発した遊びで、金子くんというのがありました。どんな遊びかというと、流木にしがみついて上流から流されるというたわいないもんです。金子くんというのは、その流木の名前なんです。 なぜ金子と書いて金子君と呼ぶのかはもはや覚えていませんが、みんなそう呼んでいたし、字もこれと決まっていました。なんで流木に名前つけるんじゃいと思うでしょう。理由があります。一つは微妙に人型。もう一つは頭の部分に点点点と 顔みたいなものがある。最後に、戻ってくる。ええ、戻ってくるんです。一通り彼と遊んだ後、みんなで彼を下流に向けて流し、見届けてから帰るのがルールでしたが、翌日にはきちっと帰着。彼と遊んだのは、小三の夏。 お盆前の一週間だけですが、その間は必ず戻ってきていました。ある時は遊んでいる最中にゆっかり流した金子くんが、一時間くらい後に上から流れてきたり。一番不思議なのは、これを不思議と思わなかった当時のオイラと友達ですね。上から流れてきた時も、金子くん流れてきたよ <laughs>。 どか行って、普通にみんなで受けていました。お盆は泳いじゃいけないそうで、お盆が明けてから見に行ったら、もう、いませんでした。おいらもお友人も、結構鮮明に覚えているのに、なんで今まで、忘れていたのか。忘れてるだけで、割と不思議なことってあるのかも。ということで、 友人は帰っていきました。落ちもないのに、条文失礼しました。金君はいぞもう、田舎にまつわる不思議な話その後、 ご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。影の像と申します。えー、まあ僕の親戚というか、両親は、二人とも確か兵庫県出身だったので、もうずっと電脳神戸に住んでるんで、電脳神戸がまあ田舎っちゃ田舎なんですけど、毎回これどうしようかなと思ってる話があって、それがお土産なんです。例えば、 えー、どっか行ってきました。沖縄行ってきました。やったらお土産チンスコとか、北海道やったら、えー、白い恋人とか、あると思うんですけど、兵庫県、神戸のお土産、しかも食べるもんってなると、皆さん何思い浮かびますんあんまりないんですよね。んまあ、非常に失礼かもしれないですけど、伝、え、納、ー、神戸に住んでる身からすると、実はあんまりその強いものがないなと思ってて、まあ、例えば、 プリンとかゴーフルって言ってなんかもう薄い炭酸せんべいみたいなやつもあるんですけどそれかと思いながら毎回どっかにお土産持っていくとしたらちょっと迷ってますまあ兵庫県に住んでらっしゃる方もしくは兵庫県外に住んでていや兵庫県といえばこれがお土産として有名だよねっていうのがあったら是非教えていただけますと幸いです御座候っていう点もあるんですけど ちょっと日持ちしづらいっていうのもあるんですよね。うーん。ござそうろうか。何六甲おろしなんか甲子園関係でなんか実はあるんですかねもしくは宝塚とか。ごめんなさい、ちょっとまた、えー、いいお土産があったら、逆に皆さん教えていただけましたら幸いです。でそれでは、田舎にまつわる不思議な話、その6でお会いできましたら幸いです。影の像でした。ほなほな。